エスパルスの選手が今一押しの選手を紹介、エスパルスの推し選。今回の推薦者は左足のファンタジスタ高橋大悟選手。果たして大悟の推し選は、松岡大輝選手です。サッカーに対してすごく真面目なところはすごく尊敬できる部分でもあるので、後輩ですけど、一人のサッカー選手として尊敬できる部分を持っているところが、推せるところだなと思います。今回の推し戦は折れない心のミッドフィルダー松岡大輝選手。性格的にはすごくこう真面目な選手だなと感じますし、すごく、僕からしても可愛い後輩だなと思います。やっぱり僕とプレーが多分真逆だと思うので、ボールをダッシュしたりとか、そういうところはすごく見ていて、まあチームとか見てる人も感じていると思いますけど、そのガッツあふれるプレーだったりとかっていうのはすごくね、押せるかなと思います。まあそうですね、タイミングだったりとかっていうのはすごく上手だなと思いますし、あの年であんだけこういけるのはすごく、選手として素晴らしいなっていう風に感じます。いや、そうだと思いますね。やっぱりそこが彼のいいところだと思いますし、そこがこう、はい、評価されている部分だと思うので、練習中からそれをこう感じることもあるので、そこは、はい、もうその通りだなと思います。まあ、やっぱりユイトもそうですし、大輝も、オリンピックがあったりとか、そういうところにやっぱり、ね、行ってほしいなと思いますし、そこのきっと中心になる選手だと思うので、そこは、同じチームメートとして、すごく、楽しみでもあります。このプレー以外でも、ね、愛すべき面とか、意外性とかエピソードがあったら教えてください。大輝はあの意外性がないのが特徴かな。逆にすごく考えましたけど、本当に見たまんまというか、すごくサッカーに対して真面目だし、私生活も、本当にちゃんとしてますし、たまに、まあ一つ言えるのは、寮に行くたまにこう遊びに行ったりとかすると、まあ、大輝の荷物がアマゾンが多いなっていう感じるぐらいですかね。あ、意外かな、それ意外かな。あ、意外かも。あのめっちゃ、いろんなところにいろんなこう買い物行ってそうだけど、例えばそのサッカーに対して真面目な食品だったりとかを買ってそうだけど、意外とネットショッピングするんだなっていうのは意外かな。松岡選手と一緒に試合出たらどんなプレーできたらいいかなって、まあ、もうさっきも言った通り多分正反対だと思うので、まあ、それぞれだと思いますし、彼も彼でこうああいうタイプにしては小柄なタイプだと思いますし、そういうなんかこう子供たちとかにそういうなんかこう勇気を与えられるようなプレーがお互いできたらなとは思ってますし、僕もそれは心がけてることなので、そこは、はい、見てほしいなと思いますし、2人ともそこは頑張らないといけないところだなと思ってます。まあ、監督変わったりしていろんな状況も変わりましたけど、チームそれぞれが前を向いて、またこう例えば高志くんだったりとか、そういう選手が入ってきてくれたことによって、よりこうチームまた一つまとまったんじゃないかなっていうふうには感じます。いや、もう勝たないといけないと思いますし、はい、今の状態で、みんなで戦えればなと思います。なんか早く大悟さんの活躍するのも見たいですね。監督に言っといてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。